10年後のキャリアプランは、10年後のキャリアプランは、やばいな、この質問は。これはまずいっすね。これは本当にまずいと思う。なんでまずいかっていうと、俺10年後に生きてる自信がない。その日暮らしすぎて、なんだろうな。そんなさ、先のことをのうのうと考えられるようなぬるい仕事じゃねえんだ。なんかかっこよく言ってるけど終わってんな。いや、だって、10年つってアラフィフになってさ、いや、俺はまあ多分、特に変わらず、こうやってゲームなり配信なりしてると思うんだけど、その病気とかになってない限りは、してるとは思うんだけど、なんだろうな。キャリアとして、なんか積み重ねていこうみたいな、そんなね、遂行な心持ちないんですよ。今を生きるのに必死。明日より今日なんじゃ、俺は。明日より今日なんじゃ、みたいな。種もみ以下のね、生活をしております。最近ちょっと話はそれるんですけど、人月100万のプログラマーを1人雇うより、人月20万のプログラマーを5人当たった方が、雇った方が、経営的には強いって言ってる人がいて、それに対して、いや、人月20万のプログラマーが5人いても、クソの役にも立たねえぞ、みたいな。20万、人月の20万って言うと、おめ学生上がりたてとかやろ、みたいな話になって、柱が来ないと、役に立たねえんだって言ってる炭治郎の画像を貼ってる人がいて、プログラマーを20万で雇うぐらいだったらね、プログラムの仕事するより、なんか普通に、別の仕事を振った方がいいと思いますけど、まあみたいな話があったんだけど、まあ俺たちは人月20万とかで生きてるんで、あんまりそれはわからないんですが。まあいいや、とりあえず10年後はね、ちょっとわかんないっすね。格闘ゲームは10年後も続いててほしいなって思うから、続いてたら、今と同じです。続いてなかった時は多分俺はのたれ死んでる。どなたか養っていただけると幸いです。キャリアプラン何もなかった。キャリアプラン何もなかった。いや、プログラマーを20万、人月20万で雇うのはさすがに不可能かな。何をさせるんだよって話だもんな。実際の給料ではないからね。人月の話だから。はい。まあ、とりあえず、今後もちょっとね、格闘ゲームやっていきたいですね。